はい、はい、じゃあラダから。はい、はい、どうも、和也です。今日はちょっと、とんでもないことが起きてます。え、今日の企画なんですか？今日の企画は、高岡第一練習参加です。よかった。はい、ということで、高岡第一といえばね、富山県のめちゃくちゃ強豪のチームで、まあ、インターハイとかウィンターカップとかもう毎年のようにずっと出てて、その選手とかのレベルも、ね、めっちゃ高くて、逸材とか、まあ、その選手としてのポテンシャルがめっちゃ高い選手が多くて、俺の高校時代、俺富山県出身やったんやけど、やっぱ高一って相当レベル高くて、一回も勝ったことないし、むしろ結構ボロボロに負け取った記憶があって、やっぱそれぐらいの強さの高校に今日練習参加できるっていうことで、ありがたいことですね。間違いないですね。で、僕今プロ目指してるって言ってたんですけど、まあ練習参加ってどういうことかって言ったら、1年2年強かったってだけじゃなくて、毎年のように全国行っとるから、それってやっぱ指導法がいいってことやんか。前からその僕もね、そこの高校のまあ指導法とか教わったり練習参加することで、まあ自分のためにもなるんじゃないかなと。こんな素晴らしい企画ある？ない。前からね、とりあえずもうちょっとでね、高校つくんで、とりあえず向かっていきたいなと思います。はい、じゃあ早速向かっていきたいと思います。すいません、お願いします。すいません、よろしくお願いします。すいません、無理言って。はい、よろしくお願いします。じゃあ、OK。 はい、じゃあそしたら今から体育館の方向かっていきたいと思います。じゃあ潜入していきたいと思います。ストップ。ボールの位置変えないでしっかりキープして、ここで寄せると次のプレーが何でもできないから、
Thank you.
美味しそう。
えぐいやん。そんな出てるん。Yeah!